昔の話になるんですがね、その頃よく私が一人で飲みに行く飲み屋さんがあって、飲み仲間っていうんでしょうかね、親しくなった方がいるんですが、年はだいぶ私より上なんですよ。で、親しくなったらこの人が私に話してくれた、まあ、そんな話なんですけどね。この方は終戦後、まだもちろん若い時なんですが、体の調子が悪くて、で、もともと学校で先生やってたんですがね、で、東京じゃどうも仕事がしにくいんで、どっか空気のいいところでと思った時に、自分の生まれが四国だったんですよね。で、四国でもってどっかで教師必要としていないだろうかというんで願い出ましたらば、たまたまそういうところがあったんでね、じゃあ行ってみようということで行ったんですね。まあ、すでに自分のね、要するに親類なり親兄弟というのは四国には住んじゃいなかったんですが、やっぱり生まれた土地ですから四国には思いがあるわけですよね。ある大きなお屋敷の離れでもって彼は生活してたんですがね、そんなある時なんですが、朝ガラッと戸を開けた、離れでもってこう正面に庭があるんですよね。その向こうに垣根があって、何気なくポーッと見てると、ちょうど朝の出勤時なんですね。人が何人かパラパラこう歩いていくんですよ。その中に髪の長い綺麗な若い女性がいたんで、ほーこっちにもこんな綺麗な人がいるんだなと思ってこう眺めてた。なぜかそれが楽しみになったんですね。朝になってガラガラっと開ける、離れの庭越しにこう見ていると、ちょうど垣根の向こう、また彼女が通っていく。見てるうちにだん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 とこの情というんでしょうかね、彼女が好きになってきたんですね。その頃彼もだいぶ体の調子も良くなってたんで、まあすっかり元気な状況ではあったんですがね、いつか話をしてみたいな、チャンスはないかなって見ているうちに、不思議なもんですね、彼女の方もいつも見ているその自分のことで分かったんですね。ふっと目があってこう会釈をするようになった。ああこれは閉めたもんだなと。で、今度は庭へ出て待ってよと思って庭で待ってたそうですよ。ちょうどいい具合に彼女が来たんで、おはようって友子もおはようございます。そんなことから二人がね、垣根越しにまあ一言二言の会話なんですが、話ができるようになったんで非常に嬉しかった。こういった楽しいなと。まあそんなことがあって、だんだんとお話をするようになってくると、まあ近くのですね、まあいいとこのお嬢さんだってこと分かったんですね。そんなある日なんですがね、彼が夜遅くに、まあたまたま学校のその仕事が残っていたんで、部屋でもってボソボソとお仕事をしたんですね。辺りはシーンと静まってるんですが、そんな中をカロンコ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 ロン、下駄の音がだん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 と自分のこの離れの部屋に近づいてくる。はてな、どうやらこれ離れに向かってるぞ。こっちへ向かってこの下駄の音がしてる。誰か来るのかなと思って、カロン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 、うん、仕事をしている自分の離れ、障子が閉まってるんですが、その向こうで下駄の音が止まったんで、誰だろうこんな自分と思ってると、障子越しにこんばんは、若い女の声がしたの。あらっと思ってね、立ち上がってさっと開けてみると、そこに例のあの美しい彼女がですね、立ってるんですよ。こんな夜も遅い時間にどうしたんだろうと思ったら、ニコッと笑ったんで、まあ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 、拝んでしまうな、上がったんだ。これは嬉しいですからね、話がだん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 盛り上がってって、だんだんといい雰囲気になって、その夜に二人はこう結ばれたわけですね。これは嬉しかった。彼はもう、これはもう頑張って、俺は彼女と絶対結婚するんだと。そう思い込んだんですよね。彼女はその夜遅い中帰るって言うんで、じゃあ俺送るよって言ったらばいいっていう。一人でもって暗い闇の中、カラーン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 、下駄の音を残しながら帰ってったんですよ。翌朝早く抜けてガラッと開けて待ってると、彼女が通りかかったんで、いやおはようって、向こうもニコッとあったから、おはよう、昨日のことがあるもんですから、いやどうも昨日はっていうようなこと言ったら、向こうがえっていうようなこと言っちゃった。まあ、昨日の今日だけど照れがあるのかなと思ってたんですね。ところがそれが何回かして会ってるんですけど、どうも様子がおかしいんだ。おかしいな、やっぱり夜訪ねてくるぐらいなんだから、もうちょっと自分に対してこう何らかのこの親しさというか、もっとこの身近な感じがっていうのによそよそしいよなと思ってたんですが、ふっと夜にそうだ、今度は自分から訪ねてみようと思ったんですね。それで夜遅くにこっそり家を抜けれて彼女の家へ行ってみた。あたりからこう伺ってると、うっすら明かりがついてる部屋があるんで、そばへ行ってみるとね、下駄が2つポンと脱いじゃった。
間違いないこれ彼女の桁なんで、あれそうだな、ここが彼女の部屋なんだなと思ってスーッと襖開けてみたと、確かに彼女がいるんで、こんばんはって言ったら向こうがニコッとこう笑ったんですよ。どうやら分かって待ったらしいんですね。早い話が昔の予売というやつなんですよね。で部屋へ入ったわけだ。であれこれと時間が経って彼は帰ってきた。で翌日も楽しみですから朝戸開けてますと、彼女が取り掛かったんで、いやおはようって言うと向こうもおはよう、ずいぶんなんだかつらつらしいなぁと思いつつ、次の日とうとう彼女のところへ行って、いやーこの間はどうもってお話したら、彼女がキョトンとしてるんで、うん、いやあんたねって話したんだけど、向こうは全然覚えてない、そんなバカなことはないんでね、どうも話が食い違う。そのうちに彼女がちょっと待ってくれ、誠に申し訳ないけど実はそういう覚えが全くないんだけれども、それがあなたが言ってることがもし本当だったらば、それは私じゃありませんけれど多分私の姉だと思う。え、で私は間違えてあなたのお姉さんとって言うと、私には双子の姉がいるんだ。ああ、でもそのお姉さん子供の時に亡くなってるんですって。何をバカなこと言うんだろうと思って、それあんた私を騙してるんだろうと、からかってんじゃないかって言ったらば、その彼女が真面目な顔をしてね、申し訳ないんだけども、あなたのところへ訪ねて行った私のお姉さんが履いてったその下駄ご覧になりましたかって言ったんで、え、多分それ赤いポックリじゃなかったですかって言われたんで、ふっと思い出した。そう、自分が下駄だ下駄だと思ったんですが、彼のところへ訪ねてきた時のその彼女の履いていたそれ、今はっきり思い出す、赤い小さなポックリだったんですよ。彼女がそれ確か子供の履く小さな赤いポックリじゃありませんかって言われた瞬間にゾーッとしたって言うんですよね。うちの姉はね、なぜか知らないけれど私に親しい人ができると必ずそこへ訪ねていく。でもその時いつもなぜか赤いポックリを履いていくんですよ。姉が亡くなったのはまだ小さい時でしたからねって言ったって言うんですよね。